プレミアリーグ第11節ブライトン2、1マンチェスター C、2024年11月9日ブライトン、イングランドプレミアリーグ第11節が9日、各地で行われ、日本代表 MF 三オルが所属するブライトンが本拠で昨季王者マンチェスターシティに2 1と逆転勝利。故障離脱から復帰した FW ジョアン・ペドロが途中出場で1得点と1アシストと活躍。 同じく故障明けとなる MF マット・オーライリーが逆転弾を決め、リーグ戦3試合ぶりの白星に貢献した。チームは故障明けの2人が活躍し、リーグ4連覇中の作久王者に逆転勝利。1得点と1アシストと活躍したジョアン・ペドロは試合後、まず、復帰できて嬉しい。強豪相手にこのように勝てたことは最高だ。まずは一息ついて、もっと試合に勝つ時間がある。 とコメント後半33分の同点ゴールについて、周りに人が多かったけど、いつも試合の流れを追うように言われていたから、そこにいることができた。2ヶ月の間欠場していたけど、戻ってこられて得点も決められてとてもうれしい、と喜んだ。逆転ゴールを決めたオライリーについては、新加入選手たちを助けるのはとても大事なことだ。彼は最初の公式戦、 イギリスリーグ杯で負傷し、私も負傷していたので彼とは、自然と親しくなりました、と言及。同じシーズン序盤に負傷を離脱したことで友情が芽生えたことを明かした。そのオライリーはこれがプレミアリーグデビュー戦となり、途中出場でいきなりマンチェスター・シーから決勝ゴール。ジョアン・ペドロは、新しいクラブに来て最初の試合で負傷するのがどれだけ大変かは知っています。 だからこそ、リーグデビュー戦で彼を助けられたことは私にとってとても特別なことでした。これからも彼がもっと私たちを助けてくれることを願っています。とエールを送った。